ワンフェス前でこんな、皆様おはようございます。今日は、何日か忘れました。ただワンフェスが、7月30日だったかな、の日曜日にあるので、すごく急ピッチで完成品を、仕上げようというところになっているんですけど、完成品ってこんなにパテ盛るもんなんですか？ガレージキットの完成品ってこんなにパテ盛らんといかんの？まあ状況によってはそうですねっていうやつですよね。ただフィニッシャーの方はここまでパテ盛ることはパテを持って削るっていう作業はできないんじゃないかな。あまりフィニッシャーの方の揶揄をしているわけじゃないんですけど、フィニッシャーという方は基本的には色を塗るというのがメインの仕事だと思われるんですけど、ただ完成品代行という方はガレージキットを、まあ一般のディーラーの販売しているガレージキットを仮に買って、それを完成させて販売するっていうやつですね。まあ依頼されたものっていうものだとしても、多分あれですよ、ある程度手だれの人が複製してるならまだ別なんですけど、まあ、ただ比較的プロの人が手流し、まあ、要するに メーカーというか複製業者に頼まずに、自分で複製してるっていう場合でも、購入した樹脂ですよね、樹脂の状況によってもう気泡が出まくりになるから、できるだけ気泡が出ないように作るのは作るんですよ。理由としては複製したものを自分が原型に使う場合があるから、その気泡がそんなにたくさん出るものは使いたくないわけですよね。だから基本的には気泡が出ないように作るって言えばいるんだけど、まあそうではあっても、まあ、複製したものっていうのは気泡がいっぱい出まくるわけですよ。で、気泡を埋めるという時にこういう気泡の埋め方は基本的にしないですよね。穴をちょっと開けてそこにパテ等を埋めて消してから、形状がもう明らかにわからんくなるところまで削るっていうことはないんですよ、フィニッシャーの方が。だから私はフィニッシャーではなくて、まあ、これの原型も作っておるからこういうことをしちゃうんですよ。だからこういうのもかなり盛っちゃってるんですよ。普通はありえないんですけど、フィニッシャーの方っていうのはこういうことすることは基本的には削って、直して終わりたいっていう話ですよね。パーツが合わないからっていう部分で、パーツがに隙間が空くからパテをも使って埋めるっていうことはあるかもしれないんですけど、その埋めてちょっとはみ出た部分を削ってっていうのはあるかもしれないんだけど、こういう大規模な形状変更はないはずなんですよ。だからフィニッシャーということだと思うんですけど、それなら原型師の方に塗装ができるのであれば頼みたいわという、依頼者というのはいるかもしれないんですけど、だからこれだってもう現状はこんな盛りまくっているから、でもこう実際ここの辺りポーズ変えてるから、ここら辺もだからあれなんですよね、まだらになってるんです、パーツが。だからこれキットじゃなくてもう原型になってませんか？いやだから1個しか複製してないものもあるんですよ、原型紙だから。原型紙でワンフェスに出展してるから、販売みたいなことを、まあ、展示をしたいという部分でしょうがないから版権を取得する場合もあるんだけど、状況によっては。ただ販売をするかどうかに関しては1個しか複製してしない場合もあるからね、値段設定とかも出してみたりするんだけど実際売らないですみたいな人もいるわけですよ。周りに合わせ値段を合わせているとか、本当に怪我が来たら困っちゃうなみたいな部分もある場合もあるんだけど、
いや、プロでやってる人は、そのワンフェスで売るというよりは、メーカーさんから依頼が来る、原型の仕事で食べているというのをメインにしてる方もおるので、そうなると、スタンスが変わるわけですよ。で、なんでそんな話をしているのかというと、まあ、妥協点の話を言うてたんですよ。はい、もうこのワンフェスが近い状況において、こんなん動画を撮りながら、作業している場合じゃないんだけど、もう撮らざるを得ないね。っていう錯覚に至るんですよ。で、しょうがないから、撮影をしつつ、磨きつつ形状変更をしてるんですよね。形状修正を。原型師だから。そういうのフィニッシャーがやるのであれば、クライアントですよね。塗装を依頼した方、完成品を依頼した方に、この形状がこうなってるんですけど、このままでいいですかというのを一応聞かにゃいけないはずなんですよね。完成品代行だから。そのパーツのままやってくれないと困るんだけど、勝手に磨かれちゃ困るよっていうことを、もう削って、磨くと称して削って形状変更したものを納品してきて、それがまあ仮に、塗装っていうか完成品を依頼した人が納得できていればいいんだろうけど、なんか形状違ってるよ。もうそのキット1個しかなかったんだけど、どうしてくれんの？みたいなことになったら困るわけですよね。で、私は別にそういう完成品代行ではないから、まあ要するに原型師が自分の趣味で作ってるものを、複製したものを完成させる、まあ要するに完成見本が欲しいんだけど、そういうフィニッシャーの方で、そういう、なんちゅうんですか、仕事において、プロフェッショナルではないことをしてくる方がおったので、頼めなくなってしまってる部分があるわけですよ。俺はすごいんで、ちょっと俺に塗らしてくれないかみたいな方はおるんだけど、仕事では頼めないです。私の完成品として依頼できない場合が多々あるのを、経験値上知ってしまっている場合があるので、そういう方には頼めない場合があるんですということを言えない時があるんですよね。だから仕方なく自分が磨いて塗装せざるを得ないんだけど、そうすると原型師であるがゆえに、複製されたものが、まあこれはメーカー複製業者に頼んだやつで送られてきたものを、まあ、その当時はまあギリギリかなと思ってたんだけど、ただ自分が完成品を作るとどんどん納得いかない部分が出てくるわけですよ。で、それがそのさっきの言う妥協点の部分なんだけど、だから私はプロだから、アーティスト、そういうアーティスト、そういうっていうやつですよ。そういうアーティストじゃないわけですよ。何が言いたいかというと、プロの原型師だから、完成させないと意味がないわけですよ。まあ、それが完成見本であっても、そういう意味で言うと、ワンフェスに展示をするというのであれば、完成見本を。もう、それができていないという状態が、もう、あれですよね。仕事になってないということになるわけです。まあこれは一応趣味だから、あまりそういう部分ではルーズにしてるから、趣味で出てるという部分をメインにしてるから、あまり関係ない部分があるんだけど、仕事という部分で言うと、原型師という人は、原型を完成させて納品するというところまでは、基本的に、完遂できないと、仕事にならないわけですよ。だからアーティストの方でよく、経過が大事である。もう完成させなくてもいい。その経過が全て大事だから、それがもうアーティストのアート活動である。っていうアーティストは問題ないわけですよ。ただ、アーティストの方でも完成したものを販売するというようなことをしておられるアーティストの方は、完成させないと意味がないわけですよ。経過なんか知らんわっちゅう話ですよね。経過にお金を払ってくれた、経過だけでにお金を払ってくれたのではなくて、経過の結
果の、出来上がったものを、販売するということで成り立っている芸術家という、まあ、アーティストですよね。そういう人はもう完成させないと意味がないわけですよ。そうするともうそういうのは期日とか、あと何て言うんですか、まあ、どちらかというと期日の方が多い場合がありますよね。あのファッションデザイナーの何て言うんですか、ファッションショーとかでもよくそういうのテレビに出てるんだけど、まあ、だからどちらかというと期日とあとは予算ですよねとかいろいろあるんだけど、まあ、期日というのもまあ予算の中に含まれるかもしれないんですけど、そうなると完成させなければならない、まあ、現状でいうとワンフェスに完成品を展示するということになった時にどこまで、まあ、こういう、まあ、私でいうともう修正して作り込みを、復活させるかという部分ですよね。それでもう妥協点を、絶えず考えていかにはいけないんですよ。理由は完成させて、展示するというのが正解値になっているから。途中経過なんかどこにも出せないわけですよね。まあ、この動画をそこで流して、それが、パフォーマンスであるということをしてないから、基本的には。だからまあ、こういうもので言うと、こういうもので言うと、これじゃダメなわけですよね。これでは。これじゃなんか、中途半端に途中で終わってるみたいなイメージですよね。完成したものがワンフェス会場に展示されているというのが正解値なんですよ。まあ仕事、まあ仕事、まあ仕事を抜きにしても趣味でワンフェスに出展してるっていう方でも基本的には自分が作って完成させたものを展示するもしくはそれでキットを販売するというのが正解値なんだけど、だから、会場で下を向いてうつむいて、落ちましたいやだからそういう冗談はあるんですよ。業界内でのワンフェスに、出てみたいよねだから原型師だからその仕事内でもそういう話はするわけですよね。でワンフェス行ったらちょっと一度は落ちましたって下うつむいて客の前でずっとうなだれてるっていう状態を、やってみたいんだよねっていう、冗談みたいな、真面目な話があるんですよ。だからまあ冗談みたいな真面目な話っていうのも半ば冗談なんだけど。だから趣味でやっていればそういうことも可能なんだよっていう話なんですよ。プロだったらそういうことはできないから。だからそういう意味で言うともう毎度これは趣味の部分があるからあれですよね。これが金銭的なものに直接的に関わるものではないから、まあだから私の場合これこの状態でもまあいいわけです。原型師だから。だから色塗る必要もないんだけど、ただ色塗ってで完成させたらここまではできるような原型を作れるよというのを展示しにはいけないんですよという意味合いですよね。だからそういう部分で最近はだから妥協しまくりなのが、まあ、とりあえず原型師としてこういう風にいじることは可能ですよみたいな部分を、もうしょうがないからその展示しちゃってる部分があるんですけど、基本的にはそういうことはしたくないっていう話ですよね。こういうものに何ちゅうんですか、仕事上のノウハウが、見られると困るのでっていうようなノウハウは基本的にはないんですよね。基本的にはタミヤエポキシパテ即効果タイプというのを使用して、硬化したものをデザインナイフ等で、削ったりして成形しているだけなんですよ。もう単純な話それしかないから隠す必要もないんですよね。もうこれ見たところで見た人が何を盗んだかちょっともうそれができるようになるまで、慣れていくしかないというやつですよね。作り慣れていくしかないっていう話だから、まあ、これが同じように作ったところで、基本的には世間にある服の、シワを、参考にして作っているだけなので、その参考にするのであれば世間にある服のシワの方をもう延々見てた方がいいんじゃないでしょうか。
その服のシワを見つつ、服のシワの表現を、まあ、ここで言うのであればですよ、それを練習してた方がいいんじゃないかな。私が作った結果のものを見るよりは、そういうリアルに布のシワをずっと研究して、それをが再現できるようにモールドの、練習をした方が、無難ですよという話ですよね。無難だと思うんだけどって話です。そういうのを、だから、まあ、仮に展示されてるのを見た時に、何を見るかという部分で、そういうのを見られちゃ困るな。私はこういうシワに関しては、こういう、世間の何がしかを参考に作っているんですよ。っていう参考資料はあまり出さないから。まあ、そういうのが企業秘密になるのかもなという部分で言うと、ワンフェスに、展示してある私のものを見て、まあ、原型師の方が見るべきものはあるのかっていう話ですよね。完成品が見たい人は多分多少は効果が高いものが置いてあると嬉しいのは、私は完成品を完成させて、展示してるっていうことでしょうね。だから完成品を完成させて、完成品として展示したいんだけど、それを邪魔する人はおりますよ。だから展示してると、机にぶつかってくるやつがおるんですよね。だからしょうがないから、原型師的にできるだけ倒れても、倒れちゃう、机に何て言うんですか、体当たりしてくる人がおっても、できるだけ展示物が落下しないように、作ってはいるんだけど、もうびっくりしたのが、もうワンフェスにそういう人が来たんで困るんですけど、どうしたらいいんですかって聞いたら、そういうスタートダッシュの方は、スタートダッシュをする時間というのが限られているので、スタートダッシュだけに。それが終わったから展示すると、安全性が高いんじゃないかなって言うてきたんで、確かにそうですね。って言って帰ってきたんだけど、ワンフェスの、なんちゅうんですか、ワンフェスのなんちゅうんですか、スタッフの待機してるところから帰ってきたんだけど、ちょっと待ってくれよ、っていう話ですよね。それ以前に、そういうスタートダッシュというものは、ワンフェス自体のイベントをなくさざるを得ないような問題を作りうる、可能性が高い、犯罪行為に類する部分が多分に秘められているから、それがないようにやっていただかないとちょっとやばいんじゃないですかって話ですよね。だからギリギリあれですね、言いくるめられて、知らずに帰って終わるところだったよっていうのを今、なんとなく、語ってしまっているね。いや、語っている分にはいいんだけど、これがこの画面の真ん中あたりに来るように、逐一確認しつつ作業すると余計に時間食うんですよね。いや、こういうのは見えてないといけないからな、ってすっげえ小さいんだけど。いや、これ作業はもうすっげえ見せたいな、っていう感覚はないので、だから、そういうワンフェスの手前で、その完成させて展示するということはどういうことか、かっこプロとしてという部分で、ちょっと録音しとこうかな。また録音力が働いてしまったんですよ。そんなことを必ずとも、ワンフェスに出場することができる人は幸せである。もう富野監督作品である、聖戦士ダンバインのある一フレーズがいつも頭をよぎるんですよ。あんた、ダンバイン大好きだよね。私が大好きなんじゃないんですよ。私が学生時代に、まあ友達みたいな知り合いがおったんだけど、その方がやたらダンバインが好きなんですよ。
そのそいつの家に遊びに行くと毎度ダンバインがテレビで放映されているからね。もうだから聞きたくなくても耳にタコができるぐらい、あのまあ仮にで言うと富野監督のリリックが染みついてしまっているから。そういう感じなんですよ。だから私はダー直しなんて、好きじゃないんだ。古畑任三郎に出てくる西村さんの語りがちょっと入ってきているね。いや、西村さんの語りなんかよく入ってくるな。いや、そういう無駄なことを考えつつ作業をしているんだけど、言葉にはしないという話なんですよ、本来的には。だから無駄なことは延々考えているんだけど、だからこんな録音せざるを得ないというような錯覚に至るぐらいに、無駄に語るようになってしまったね。そんなそのラジオのパーソナリティとかでもないのに、もうこれで21分も語っちゃってるからね、どうしちゃったんだ私は、っていうような動画です。以上です。